始まりました。トリトチャンネル。トツキです。アゴリング。ネスネ。というわけでですね、今日はエブリデイ両立てにされてきました。来ましたー。こちらはね、世界一のクレーンゲームの数があるんですよ。で、今日やる企画なんですけども、はいはい、クレーンゲームの景品、ビンゴ対決。よいしょー。今から、はい、アゴキングとサスケで対決します。その内容っていうのが、こちらビンゴカードを私が手袋で用意しました、はい、で一つ一つ持ってもらって、はい、この一マス一マスに丸いものとか四角いもの、うん、赤いものっていう風に景品の特徴を書くんですよ。で書いたものを相手に渡します。それで、まあ、縦横斜めで3つ揃えた方が勝ち。取るのが難しいようなのに書くのも手ってことね。そう、まあ、あんまり細かく書きすぎると文字が見えなくなっちゃうんでその辺は考慮しながら、まあまあ、なるほどね。でそのあ丸ですねっていう審査をしてもらうのを娘さんに。私が厳しくいくよ。ちょっとでもずるしたらほんとすぐ指導だから。いや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 。一本取っちゃう。一本取っちゃう。一本取っちゃう。じゃあ一本取ってもらいましょう。というわけでまず書きましょう。それでは行ってみよう。やっぱね、この真ん中が一番重要だから。そうだね。ここを難しいやつにする。あ、難しいやつに。だから。おばたちょっとちょっとちょっと考えて真面目に。電化製品とか。あ、それいいかも。ねえ、ちゃんと考えて。危なくまた油断してた私。はい、それでいきます。じゃあ私はね、まずは真ん中、何が一番難しいか分かってるんですよ。取るの難しいのはね、バランス取りにくいものということで、真ん中は細長いの。あとは女の子が好きそうなものがあるから、うん、男の子が好きそうなもの。ごめんなさい、男の子が好きでいいですか。好きなものということで、この9、まずこれが難しいから。そうですね、うん、これ難しいから僕にしました。交換します。はい、いきますよ。ドン。え、ほえある。なるほどね。こういうのがもうぬるすぎる。いや、すごい厳しいよ。厳しくいくって言ってたもん。えどっちかいきます。じゃあ先いきますよ、私。オーケー、用意。家電狙います。家電狙います。確かに奥にあったな。まあ、ここにもありますよ。こういうのでもコーヒーメーカーとかいけるかな。ああ、でもいい。いいよ。あ、いい。おお、あ、めっちゃいい。あ、え、これってもう無効なんじゃない。でも手前を持ち上げてがいいんだよね。これ取って真ん中が空いたらでかいですよね。あの、諦めて、はい、これいきます、はい、娘が喜びそうなもの。ってことはもう四角いものとスヌーピー取りに行くってことですよ。電化製品が難しいだろ。確かに。ヒント当たりちゃったけど。だったら、大きいぬいぐるみ取るの大変だから、狙いは多分ここかここなんですよ。なるほど。ってなったら、スヌーピー。あー、間のね。今6分経ってます。6分見たんだよ。あったあったあった。言っちゃった。いや、これ難しい。え、むずいのこれ。さっきもっとね、簡単なの見つけたんだよ。これこれ狙います。はい、これ一発で取れたら、さっきのタイムロスが。よしよしよし、ぐっと近づきました。あ、でもこれで、ね、娘に持ってってスヌーピーじゃないって言われちゃったらもうアウトだな、結局。いやそれはもう娘が悪い。じゃあいいよいいよいいよ。一番いいとこ入った。お、入ったいい。おー、どうだ。はい、向かってください。向かってください。はいはい、何しますか。僕らになったらこれです。取ってきたら、はい、こちら。えぇ、ー、スヌーピーそっくりよ。そっくりってこと。本物スヌーピー。オッケー、オッケー。あと25秒。やばいやばい。次は俺もうじゃ黒いものね、今や。あ、なるほどね。あ、黒あるよ、もうある。いや、これ半分です。今黒でしょ。紫じゃないですか。娘に判断されればいいんじゃない。あれは紫。認めた。あいつ黒じゃない。どうですかね。あ、お寿司みたいなやつでしょ。お寿司のキュウリ巻きかな。あれになります。はい。あ、でも一発で取れる感じもするよね。壁がねえから。あ、お、あ、いけ。あ、やばいやばいやばい。でもいけそう。もどかしい。もどかしい。いいですね。いいよ。あのちょっと、あ、手前すぎた。やばい、手前すぎたか。やばい。お、いける。あー、やばい。ちょっと、急ぎすぎてんだよ。集中。オッケー、いい位置。あー、ちょっと奥じゃないかな。いい位置。ほら。よし。おー、とだ。果たして黒と認定されるかどうか。こちらだ。早いですね。あの、黒いもの。はい、黒いもの。やってきました。私が取った商品は。はい、こちら。このリアクションは。カッパ巻きのぬいぐるみ。カッパ巻き？カッパ巻きっていうの作りが初めてで、広いやつで、こっちから見て、そっちから見て、ほら、多いぞ、こっちから。黒の範囲が多いので、オッケー！おー！丸をつけてあげてください。あ、ちょっと待って、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 娘さん、頼むよ。今12時24分。12時28秒。持ってかないと、これ持ってかないと。
物、食べ物、芋、芋、これ娘さんがオッケー出すかな。これ食べ物じゃないって言ったらもう海よ、芋っぽいやつでしょ。いや、芋スクイーズの可能性あるからね。あ、そう、来た、来た、来た。しかも結構でかい芋。頑張れ。これ食べ物、食べたことない、もしかしたら柔らかいかも。どうですか、芋や。食べないと分かんない。食べれたらチンすれば食べれます。チンすればでしょ。チンしてきて。判定をお願いします。シャーンだし、丸、OK。 丸をつけてください。はい、そこまで。はい、はい、記録タイムはじゃん、14分1秒。うわー、どうなの。でもこれがなかったらめっちゃ早かった。いや、でも最後の芋なんて私喜んだからこっちからしようかなと思って。じゃあ交代、はい、じゃあ準備いいですか。 OK、 14分ですから。 OK、 いきますよ。はい、用意、スタート。これ見て、パッチの時に、はい、細長いものと15センチ以上っていうのは絶対難しいんで、はいはい、このライン、このラインが消えたということなんですよ。で、この男の子が好きなものってちょっと意味わからないんで、ここ行く、ちょっと。なるほどね。で、パンのすぐ取れる場所を知ってるんです。え、これスヌーピーのパン。あ、これもスヌーピーなんだ。アゴキングやった時にこれやられちゃったら嫌だなと思ったんです。さあ、一発で取れるのか。ちょっと待って、よく見てください、ずれてますよ、すごい。じゃあこれ入ります。完全にずれてますよ。もどかしい時間続いてますよ。難しいね。結構この子ゆっくりめですね。そうなんですよ、あ、いい感じ、いい感じですよ。はい、引きずり込みだけ。あ、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 これパンだから。え、こっちは3番ですよ。こっちは3番ですよ。あ、重心ずれてる。あのね、時間制限あるとね、冷静にできないんですよ。あ、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 え、どうした、どうした。こっちパンじゃん、これクロワッサンパンじゃん。あ、これもクロワッサンですね。すごい高さが見えてますよ。これは挟むことができるのかな。頼む。 OK。 あ、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 パンってこのパンじゃないよね。なわけねえだろ。これからパンなのか。あ、そうなんですよ。そろそろここで取らないと厳しくなってくるよ。全角的にもないのに全角。お、たくさんいな。行きました。ちょっと娘準備しときよ。プレッシャーかけた。お、おじさん、クロワッサンです。じゃあ娘さん、ちょっと娘さん、はい、娘です。パンを買ってました。パン、はい、パン、じゃあね。お、パン、え、クロワッサン食べるやつ。食べます。え、嘘、全部食べてくれても。やめてください。はい、オッケー、オッケー、行きました。さあ、今4分経過。動物行きます、動物、動物行きますね。はい、じゃあパン食べて待ってます。あ、ここにはパンがある。これでも動物じゃないですよ。いっぱいパンがある。これ食べられないって書いてる。パンはパンでも食べられないパンでした。そう、気をつけて。あ、これいいじゃん。あ、これ動物。さ、これももちろん3回以内で。これ一発いくわ。これいい感じ。いい感じ、いい感じ。簡単なクレーンゲームの方だと思う。アームがこう広い。あ、本当だ。アームが。その嘘いる？500円のところに間違って入れてるよ。ラスもいいです。頼むよ。青いクマちゃんね。あ、青いクマ。あ、行ったか行ったか行ったか。むずいんかな、むずいんかな、むずいんかな、これまた感じ時間。お、これこれこれいいかもしんない、これいいかもしんない。あ、ミニオン、ミニオン、ミニオン動物じゃないっていう判断される可能性もありますよ。そうだ、そうだ、ミニオン取りやすいやつ探した。あ、これいいんじゃない。取りネズミ。うん、あのコロコロしてるから、そうだね。あ、いい、いい、コロコロ、うわ、お、いい、次いける、次いける。今何分、今何分、今10分半。こぼり、ニコ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 ぼり、ダッシュ早っ。ちょっと言うじゃん。あの、動物、動物、動物、おニコ、ニコ、ニコ、あ、悪いニコ。どうですか、オッケー、オッケーです。次赤いもの、あ、見て見て。でも、もうそんなのあと1分半しかない。痛いね、痛いね。気をつけて。ここでめちゃくちゃゆっくり。よし、お、入りました、入りました。はい、はい、はい、これやばいやつ、これやばいやつ。オッケー。どうして、どうして、聞けないだろ、これ時間は。サスケさんは14分02。02? 1秒差です。でもピンクって言ったらギリギリ赤だよ。優しいですよ ね本当はダメでもいいよ、これ。というわけで、アボキングさん、おめでとうございます。ギリギリ勝ったよね。それでは、この動画が面白いなと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、さよなら。さよなら。焼き芋できたかな。食べ行こう。24時間、2人共同生活したいと思います。うわー、うわー、見た。どうせいだ。
防水だ。おお、いいじゃん。いい、今本当待ちくたべて焼き芋作ってるから。本当に焼き芋作ってる。